はい、始まりました、てっちゃんです。さあ今回は、はい、大橋です、よろしくお願いします。はい、拍手してる。そしてソーダくんにおいでいただきまして、アドバイザーのソーダです。もうアドバイザー就任っていう。東大ですから、そうです、はい、なんでで行きたいんですけど、共通テストの開示でございます。はい、でもさ、理系になるんですよね、ここから。そうですね、はい、この時はやっぱ文系だったわけ で、ね、一体何で受けたの？まあ、5教科7項目で国立は目指してた。国立は目指しました。はい、どこだ目指した？東京都立。あ、都立大目指してたんだ。はい、へえ。だからまあ3教科しか使わないですよ、2次。そっか。都立大だったんだ。はい。そんな東京に来たかったってこと？まあそうですね、関西やったんですけど、まあ、バリバリの関西弁なのか分かるけどね。そうですね、東京来たくて、学校でも僕しかいなかったんで、マーチとか受けた人。ああ、そうなんだね。はい、一応ね、そのマーチのどっかに受かってますね。はい、そうしよう。はい、それ発表しないの？まあ、仮面浪人としてやっていくわけ。そうですね、一応。え、1年生そんなきつくないんで。すごい、1年生がきついんだ。あ、そうなんですか。文系は1年生が一番取らなきゃいけない単位、一般教養たくさん取らなきゃいけないっていう人が多い。あ、だから学部知ってるから、はいはい、普通は1年生が一番つらい。はあ、水木が全部1から5弦みたいな、の代わりに月金ほぼなしみたいな組み方してるんで、辛いやん、それ。そっちにしろ。そんな感じでやっているわけですが、はい、じゃあ一応5教科7科も受けてたわけ。そうです。でも数学本当に、まあ、ゴミみたいな。でも利点する理由は何でしたっけ？利点する理由は、まあ、兄が理系でコンプレックスやったのと、はい、学校が理系至上みたいだったんで、ちょっと高校は後悔しないわけ。高校はさすがにちょっと、さすがにちょっとなんや。まあまあまあ、分かった。それでじゃあ見ていきたいと思いますけど、でも決めてはいないんですね。決めてはそうですね、地方国立、四国、高知とかそれこそでもいいんですけど。東京出たいってマーチ来たのに。いや、四国行くの？さすがにこの関東圏の大学で1年で離転して受かるほどはちょっとさすがにきついと思うんで。はい、なるほど。はい、はい、そうだ、君帰国子女だからね。利点関係あるんですか？関係ない。帰国子女から日地点してるから、日本人対抗してるんで。東大方程式とか。あ、いやいや、すごいね。まあ、ちょっとじゃあこの結果を見てアドバイスしてもらおうかと思うんで、一個ずつ紹介していきますよ、評価。では見ていきましょう。まずはですね、世界史 B78 点、世界史選択、はい、これよくできてますよ。お、できてる。いや、俺も絶対関係ない。まあ、シャア国 A は二次とか協定で使うから、都立大もそれ頑張ったっていう。日本史 B も受けてるやん。あ、そうです、そうです。両方やったの？それ東大京大じゃん。いや、でも臨政とかがほんま自分全然できなくて、うん、京大目指してたんじゃないの？いや、全然全然、もう本当に現役の時とりあえず学校に7科目お前は受けるんだみたいな学校やったんで、全員受けるんだ。日本史 B が63点。そうです、もう詰め込みなんで全然良くないんですけど、うん、なるほどね、はい、2つ受けるんだ、はい、なんか考えられないけどな。それで私立文系にいるのもって。え、そうです。で、国語が168点。高っ。いや、でも国語だけ判定はほんまに頑張った。2次全然ダメみたいな感じ。近代以降の文章が87ですね。で、古文が31、はい、あ、そうですね、今年は古文が優しかったですよ。でも古文自分全然できなくて、うん、みんな簡単って言ってちょっと焦った。そうなんですね。そして漢文が50点です、はい、満点でございます。順番どうやって解いてます？ 1,2,3,4 順番通りに。なるほど、はい、1,2,3,4 順番通りでやって、それで最後にやって、最後ですね、時間足りてたってことですね。そうですね、教定は本当何回も何回も練習してみたいな感じ、うん、なるほど。この文系でいきゃいい。なぜ利点するかなと思うけど、まあ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 。では英語ですね、はい、英語リーディングが78点。なるほど、まあもうちょっと欲しかった、うん、まあ、今年ちょっと難しかったんであれやったんですけど。これ段階表示って何なの？これなんか多分1から10かな、8になるんだね。78点でも8になるってことはやっぱり平均が低かったってことですよね。僕ずっと Z 回とかの難しいやつやってたんで、うんうん、みんなむずいむずい言ってて、自分そんなにいつも通りみたいな感じ。ああ、そうですね、割と。でも8割いってないですけど。そうですね。でもいつも75とかやったんで。ああ、なるほど。まあまあ、こんなもんかな。うん、本番中はそんなにむずいと。打ち合わせるとかはなかったんです。お、なるほど。順番も1から。順番も1からです。1から順番で取ってたわけですね、はい。なるほど。そしてリスニングが83。みんなもっと高かった。そうですね、うん。だから83なのに、これがね、段階だと7になるんで。そうですね。はい、って思って。リスニング78なら、もうちょいリスニングいっても、うん。よさそうですもんね。そうですね。でも、まあ、リーディングがムズになるムズになるって言われてたから、うん、リーディングばっかりやってたっていう。ああ、なるほどね、はい。で、こっからがいよいよ理系科目でございます。まず、生物基礎。はい。34点。はい。
はい、本番割とまだ耐えたかなっていう感じで。で、地学基礎が41点、はい、取れてた、はい、理系だと理科何やるの？物理科学。そう、物理科学。全然違う科目。全然違う。もう全くゼロ。ゼロからやるんやん。逃げ科目だもんね。これ生物と地学基礎。この間来た東大志望、ね、文系でも、はい、生物基礎、地学基礎だったからね。学校も基本やっぱ地学学校でやってくれないんで、はいはいはい、自分で本買ってみたいな感じ。ザ文系ですよ。はい、そうです。さあ、そしていよいよ数学でございます。数学1位が、はい、43点。そうですね。よくて、演習の中で一番取れても55とかやって、うん、やっぱしくるんだろうなと思った案の定、やっぱできなくて。なるほど。はい、そして、数学 2B が48点。はい。2B も確率統計第3問のやつやってたんですけど、うん、当日ちょっとしくったっていう感じで、2B は5割取れたと思ったんですけど、うん、やっぱミスっててみたいな。これで受けたんですか、国立は。都立大？都立大です。ああ、で、都立大ダメだった。ダメでしたね。ああ、なるほど。都立大も成績開示すんの？多分5月とか。ああ、なるほどね。どうですか、利点する方へのアドバイス。いや、まさかの土文系やん。そうです。本当にそうです。国語こんなできるのに。これは都立大は京都リサーチはどんぐらいなの？京都リサーチこれ B ですね。B ですよ。高いですもんね、だって英国社。うん、で、書き損も取れてて。理系言っても、営利で安定させてるみたいなのはあるから、ただ理科も1からっすもん。理科も1から、ね、え、協定利用でいくつか受かってるってこと？受かりましたね。7科目のやつ落ちましたね。数学のあれが足引っ張ってみたいな。なるほどね。本当にじゃあ1からで、二次試験は英語ができなかった？英語なくて、国語と社会ですね。国語と社会で、へぇ、理不尽。なるほど、はい、それでダメだったわけです。言ってあげてください、このゼロから始める彼に。突破しとかないんちゃう？いやいや、でも数学やばいのも一緒なんですけど。いや、間違いなく、でも本当に文系でもう1ランク上目指す方が全然いけそうっすよね。まあ大学のねレベルだけ言っちゃったら話だけど、理系行きたいってことやな。いや、まあできるだけ多い、うん、予備校とか塾とかどうすんの？って拓郎じゃん。自学自習で全部入れるってこと？一応今のところは数学、うん、そうですね、はい。始めた？やってる？科学は宇宙一分かりやすいって、うん、あれ1周やって今2周目のむずめのやつやってるところですね。うん、全部ダメっていうよりはね、英語できてるし、はい、あれ2次に物価も必要？多分そうですね。でも数三使うんとことかあるじゃないですか、ね、あ、そこをちょっとワンチャンあればなっていう感じ。う、はい、なるほどね。その大学入ってから数三使わない理系じゃまずくない？物価がどこまで上がるかやろうな。そう、1A、2B は確率凍結したもんね。はい。またそれも。受験期になるとか何ヶ月で何点取るには、あんなばっか見てて違くした。いや、でもめちゃくちゃいい戦略だからやってるもん。そう戦略的にはできてるからな。うん、ただ、仮面なの。仮面ですね。力5限か。そうです。え、でもまあ、月、金、ほぼゼロ。いや、でもそれでいけんのかってね、勉強時間って足りる？バイトはゼロ。バイト週2やってるやん。バイトもやってる。そんなんで大丈夫だとか。まあ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 、ちょっとユーロ2世にならないでね。理系憧れてって言って理系やって、はい、まあ、結局電気代の2部に行ったんですけど、予備校通ってたけど、バイトとか知ってたから、もうしょうがないですもんね。さすがにちょっと浪人っていうのは親に言えなかったんで。親も知らない。東京の私立に行ったことだけ言ってるんで。めちゃめちゃ全国どころか世界に発信してる、ね、そうですね。数学は何やってるんですか今ですか？うん、理科だけですね、今。何までやって。何まで行ってる？何まで？波動まで終わったと。そうです、波動まで。すごい。波ね。波です。何っつったの？何ってなんだよって思ってた。波ね。波まで終わったってことね。はい、はい。宇宙の何使ってる？一人で学べる秘伝の物理。ああ、秘伝の物理いいね。で、これ終わったら宇宙一の電磁気。電磁気は宇宙一である。ああ、そうです。なるほどね。物理、本当に難しくて。まあ、物理って最初は本当にやばすぎて。間違いない。そうですね。科学の方が勉強時間すっごいかかるみたいな。物理 50% やっても0点なんですよ。科学は 50% やったら50点とか、ね、感覚として。しかももう始めてんのがめっちゃ良くないですか？そうですね。2時終わってから大学入るまでの間が一番勉強してたぐらいで。その時理系やってたの？でもうそうですね。ちょっとこれでちゃんとできてたのね。うん、じゃあ見ていきましょう。どうなるのかですね。理系組はね、鈴木貫太郎の寿司もあるんで。まあいいな。高校の時に底辺エピソードとか話すのか。そうそうそう、いろんなね、はい、のもあると思いますんで、じゃあ見ていきたいと思います。皆さんぜひ応援してあげてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。